なんだこれ歌唱力出ないのうん迷ってる迷ってるんだよねなんか喉が痛くてずっとこう迷ってますねまあそうだね迷ってるね結構迷ってるでもね出たいんだよね 歌うのも、まあ、好き、好きっちゃ好きだし、好きっちゃ好きって言うとなんかあれだけど。緊張しちゃう。めっちゃ緊張してる。昨日の一バズよかったよ。私も昨日の一バズは、一バズ略しやばい。一バズは、見れなかった。恥ずかしくて。歌唱力出てほしい。 歌うまいし、歌上手くないよ。自分のね、歌にあんまり自信がないので。そう、なんの。ちょっとね、考え中です、今は。喉が痛くて。ピアノベースなのよ。<laughs> ピアノの音を書き消すみたいな。ちょ、ちょっとアバターがバ,バグってるんですけど、これ。 何の現象じゃあ待って。ガ楽しんで、楽しむ。ギフトありがとう、カンさん、カズちゃん、ワさん、ココフォルさん、カナルリ、マルトマちゃん、ゆずきちチカクさん、デンマークさん、ポチャさん、ペラペラチーノさん、石コ国、ユナイテッド、テイクありがとう、ギフト。 バグってるんだけどえでも熊本は結構ちょっと歩いたんですけどあの空気が美味しい <laughs> 空気が美味しいと思ったランウェイ歩く時の顔楽しいにしてる顔 <laughs> 確かにそうねええー、ちょっと緊張するどうしようどうしよう ロボリン、ありがとう、おにぎり。え、マジで緊張するんだけど、本当に。やばいよー本当に緊張がやばいよ <laughs> やばーい。いつも僕大公演で歌の存在が、うそんなうとか言ってる。<laughs> でもまあ、そう言ってもらえた嬉しいですね。でも、練習しないと下手くそなので、私は。 え、そう、なんか、そのレッスンっていうか、もなかったから、どうしようと思って。でも、ちょっと、あのー、多分ね、みんなが知らない私がいると思う。だから、出てても、え、あ、え、え、え,え,えみたいになると思う。多分ね。多分、なると思います。超可愛いので。 イピ、はい、熊本あ熊本の方なんですか熊本いいですねあ熊本ラーメンが好きですね胡椒のやつだからインスタントでめっちゃハマってましたコメント違って見てる全員が敵敵ヤバい敵ヤバいんだけどでもわかんないよあの DMM 見てる人に敵はいるかもしれないよゆいかちゃんいわく敵は殺すだから <laughs> 自宅さん、おにぎりありがとうえ、これなんかさ、ハッシュタグおにぎりみたいなのつけたらいいんでしょつけとこう <laughs> パン派遅だからおにぎり派にしようっと。で、パン派もつけとこあ、両方つけれないらしい。いや、もうね、そんなんじゃないから。 そんなんじゃないですゴンさん。<laughs> そんなんじゃないです。ちょっとそれをやる勇気はないので、見たことない私を見てください、皆さん。これは何のランクなんかね、バグってる。ショールームの世界を楽しもう。ワクワク。なんか。最初の方にやるかな最初の方どうなんだろう。時間帯とか言っていいんですかね、これ。 わかんないので言いません <laughs>。わかんないので言いませんけど。トーナさん、ポチャさんありがとう。え、でも明日、アカリンさんもいらっしゃるよね。なんかね、じゃあ、なんかね、何が緊張するかって言われたら、あの、出演者さんがさ、すごいじゃん。 投げ中え、しないです。絶対しませんよ、私。そういうステージなん、じゃないので。絶対しませんよ。時間行ったらダメなんや。えダメそうじゃない ?TGC で会いたいモデルさんえ、私は、藤田ニコルさん。モデルさん藤田ニコルさん。とか、え、めっちゃ中学校の頃、藤田ニコルさん好きで、そう。 ニコルニコルンって呼ばれてました <laughs> 呼ばれてました今日会場に行きましたうんそうなんですかあとはでものいみんなさや,やさんああさややんさんと会いたいですよ会いたすぎるあとフルーツジッパーさんに会いたいですなんか むぽちゃむだっけうんぽちゃむだっけそれみたいになっちゃった泣いていそうぜリハうーんしてないです多分ぶっつけ本番多分っていうかぶっつけ本番なんですよねえでも撮れなさそう写真とかえみくりんさんはもう会いたい絶対に会いたいみくりんさんは本当に絶対会いたいし もう、会いたい。マジで会いたい。本当に会いたい。絶対。なんか <laughs>、や,やばいやばいやばい。やばい。会いたい。え、なんかね、でもやばいです。本当にやばいです。あと、中町彩さんとかに会いたいです。あ <laughs> 鶴島奈和さんに会いたいです。めっちゃ。鶴島奈和さん、あの、一時期、鶴島奈和さんに憧れてました。 高校1年生の頃とか鶴島奈アさんに憧れてなんかちょっと濃ゆい赤リップとか似合うじゃないですか鶴島奈アさんっていう似合う人がいるんですよ。でそうあの塗ってみたけどなんかあの化粧覚え立ての小学生みたいになっちゃったっていう自信がある自信があるじゃない。 明日 TKG じゃないですね <laughs>。卵かけご飯じゃないですね。出ないですね。ガッチさん、キルンさんありがとう。いや、ぐいぐい、いけないですよ。興奮して寝れんな。 いや、さすがに寝ないってやばい。し、今日はね、節制したからね、サッチーとリエチで、もう本当に節制ご飯しました。モデルのとこに映ってるの。なんか、ちょっと誰かさんが、なんか、受けるって言って、あの、モデルの、あれを、あの、画面録画してスクロールして、誰かさんが、なんか私の、開いてたんですけど、 本当に受けるのでやめてください。<laughs> 本当に受けるんでやめてください。本当に。しかも、もう、もう嫌だってなってた。あの、アーシャが、あの中に入るのが本当に嫌だったもん。出れるのめっちゃ嬉しいけど。ね <laughs> なんかね。部活のコーチ、お、すごい。すごいですね。橋本さん、あ、 はい。<laughs> あはい。可 <laughs> 愛いい、まるさん、嬉しい。チュリーさん、今日も可愛い,い嬉しい。<laughs> 終わりって何ですか そう、すごいよね。マルさんありがとう、レインボースさん。やばい、皆さん、皆さんよろしくお伝えくださいませ。どうやって伝えるんですか <laughs> どうやって伝えるんですかあの、ちょっと、声はかけられないです。声かけられないですよ、もう、本当に。 すごいよね。熊本初めて来ました、私。で、HKT さんの藤野コハコちゃんと仲いいんですけど、に LINE 送ったんよ。あの、初めてお仕事でこっちの方来たんよって。熊本来たよって送ったら、えー、みたいな。でも明日東京行くんよって言われて、<laughs> あれって今。 あれみたいなすれ違い通信しちゃったコはちゃんとそう入れ違いそうなんよなんかコはコちゃんと近づいたって思ったらあの遠ざかれまし遠ざかられましたトマトムさんこんばんははじめまして SD ホテル3研究生の長谷川直ですなんで仲いいのえっ なんで仲いいの仲いいです <laughs> 仲がいいんですあそういうことそういうことねあのー、HKT さんの6期生オーディションの最終審査まで行ってたんですよ私合宿合宿行っててだから HKT さんの6期生の方とは結構お知り合いがいます でも LINE を変えちゃったから変えちゃった後も交換してたのがココアツンだけだったからそうそうそうえ HKT さん今回もそうだった気がする7期生もえっクマも見つけましたよあの駅の自販機にいました牛丼いや食べたいですよもう本当にマーメンとすれ違い <laughs> あれ通信しましたえトーク会行くんえマジでいいねココハツンとトーク会どんな話するの福さんについて行っていやちょっと緊張しますよそれはいやそれだそうなったら多分14人ついて行きますからね今日スタッフさんがあの14人で移動してる時に「これは大変ですねー」って言ってた 僕はあの、泣き声書類審査で落ちました。いや、じゃあ、書類審査のコツを教えますね <laughs>。審査講座。いや、でも、わかんないよね。書類審査って何見られてんだろう。ナオミンと周波数違うかもしれません。いくつですかテリさん。明日はザマミ様、来ないですね。 でもあのー、ドラマ楽しみね私も楽しみだよえ緊張するけどね緊張するけどみんな配信見てくれる今ポスト見たけど写真かわいいじゃあかわいいってコメントしてください配信えー、見てくれるの嬉しいよ ありがとう、岩沢さん。土そりゅうもありがとう。ケイ、ケイスケさん。はじめまして。スティーブ・ホーディッさん研究生の菅野です。え、もう私が別人すぎて、え、気づかなかったとかやめてください。え、そんぐらい違うと思う、多分。え、わからんけど。遠野さん、ありがとう、かわいい。やった。 4月29日。4月29日。四月十九日。あ、えあ、あ、そっかそっか。前って言ってたもんね。何席だっけ。楽しみです、ブさらに可愛くなってしまうのか。え、どうだろう。どっち路線なんでしょうね。<laughs> どっち路線なんでしょうね。 え、多分、その、もう、普通に STU メンバーでいたら見れないと思う。多分ね。<coughs> でも、楽しみ。<laughs> <coughs> <laughs> ギガルさん、千万人、ありがとう。あれ、のあちゃん、いたらんェイいるわ <laughs> いるわ。おでこ、ドーンかも。いや、ワンチャンあるよ。 すごい、服装がめっちゃ気になるなどうだろう。気になる方は、ぜひ、あの、まばたきせずに、えー、1時から何時までだえー、たぶん3、4時間ぐらい見てください。まばたきせずに。え、そっか、VIP。ビ VIP?SSS? もう S3 つだもんね。もうそれは、本当に最高ランクってことやね。他のメンバーとお揃い え他のメンバーお揃いいや、お揃いではないな <laughs> 前髪休みかもいや、マジでそれはわかんない。スタイリングに関しては本当にわかんない。メイクに関してもわかんない。だって、自分らもなんだろうなんだろうって思ってきたもん。ここまで。気になるって言って。え、最初ねちょ、ちょっと最初聞いてくださいよ。 最初、あの、ステージの衣装すら教えてくれませんでしたよ。<laughs> ステージの衣装は、あえて秘密みたいな。<laughs> なんでってみんなが、なんでですか最初ね、レッスン終わりに、まあ、え、10メートルって何センチだろう。1メートルが60センチか。じゃあ10メートルぐらい離,離れて、話してたんですよ。マネージャーさんと、自分らが。 だけどもう衣装気になりすぎてもう最後マネージャーさんとの距離がもうね6 0ンチぐらいになったからね机挟んでたけどそんなあるのえあるよ全然なんかなんだろう多分うちらはやっぱあんまり着たことある衣装が少ないですよだから あのー、そう、そうなんよ。やっぱ、着れる衣装とかも、楽しみっていうか、先輩が花だれ公園で着てる、まあ、みんなは見てて、見てて、着てて、当たり前の衣装も、自分らにとっては、すごく新しいもので、新鮮なものだから、まあ、それ一つで、やっぱ、ね、気持ちが嬉しいってなるし、 逆に本番前にね、それ知った方が嬉しいからっていう理由なのかはよくわからないけど、でもそうや、言う時もあります。し、そう。実はバズレのき、ドッキリ企画やでランウェイ。えじゃあ、落ちるってことですか私。ん ?1 メートルか60センチ 1ルは6 0ンチじゃないのだって1時間って60分でしょ6 0ンチってどんぐらいだこれが3 0ンチだからああじゃあちょうど1 0ルぐらいちょうどートルぐらいかな不安感かわいいありがとうまさかの落とし穴いやワンチャンあるよ <laughs> あ、アキオックさんありがとう。ワンカンありがとう。<laughs> ギゴロさんグーグーありがとう。ノブヒラありがとう。え、ちょっとわかんないですよ、でも。すごーいアンパン、食パン、カレーパン、ジャムバターチーズ。ランランラン。 ありがとう大志さんちょっと待って目がかゆいえちょっとミョンちゃん2ー3 4ンチどういうことどういうこといやいやもう気になるなら皆さん明楽しみにしてて今知ったらさ明日楽しくなくなっちゃうでしょだから楽しみにしてて 本当に。超かわいいから。水槽に落ちるちょっとそれなら落とし穴の方がいいかもしんない。でもどうすんの落とし穴ってさ、落ちてさ、あの、腰やっちゃってさ、その後パフォーマンスできないってなったらどうすんのそれはもう、みんなのせいだよ。<laughs> なんでみんなのせいやねんってなるよね。<laughs> すいません。みんなのせいです。綺麗に落ちてね。 そんな注文言われてもちょっと初めての経験なのでねわかんないよ本当になんか逆立ちになっちゃうかもしんないよ <laughs> カレーパンマンが好きですうーんアンパンマンの好きなキャラクターは天丼マンかなテンテンどんどん トン熊本城どうだった熊本城は見てないんですよ見,見てないですちょっと今日のあののあみョンやらかしエピソードを聞いてほしくて今日ね朝本当はね9時半に起きたくて乗りたい電車があって。 で、と、11時くらいに出なきゃいけなかったんだけど、私起きたの10時51分ね。本当に。目を開いたのが10時51分。やばくない間に合ったんですけど、もう、めっちゃ、やばいっなった。なんか、時間が遅かったから、あのー、 何もね気にせずあまだ大丈夫だって思ってどうやって間に合ったのえとりあえず起き上がって走って、えー、ドライヤードライあまず髪の毛ジャーって流してで、えー、ヘアアイロンの電源つけて温めておいてドライヤーで乾かしてで、えー、髪の毛をストレートアイロンして で、着替えて出ました。まあ、用意してあったからね。え、そうだよ。え、でも、私って、本当に、1秒でも長く寝てたかったから、もう、中学校、小中高、いっつも、そんな感じで用意してたから、もう、本当、急いで用意するだけは、鍛えられてるんですよ。そう。 もうね目が覚めたよ本当に天才でしょギゴロさんバラありがとう明日6時に会場行きます6時早っそんなそんな早く来るんやでもそうなのかなみんな寝る,た寝る前に準備しないと私は無理です はい、そうだから本当に焦ったありがとうペロペロチーノさんなあでもうね今日はね本当に天才天才ではないけどある意味天才かと思った「そこは幸せいました何「そこは」って「そこだっけ」みたいな「どこが合わないんですか?」 意地悪だ。意地悪ですね、本当に。ちょっとなんか、あの、ここのさ、アバターがバグってて、なんか知らない、知らない、なんか、人のとこになんか、と、のアバターになってるんだけど、これは何ですか <laughs> バグってるめっちゃ。でも、 えー、時間言っちゃダメなのかな出ない出ない気がするんだよね時間とかってタイムなんとかみたいなえー、時間言いたいやんまあ、正確には知らないんだけど多分こんぐらいってのは後で聞いてみようとギゴロウさん誰もありがとう <laughs> タイムテーブルは出ないよあ出ないんだ一回だけ何回もえちょっと言ったら言っていいことって言っ,て言ったらダメなことがわからないので言いませんそういや私の気持ち的には言いたい言わないでいいから指でやらしてそれさもう アウトじゃん。アウトだから、それ。あの、え、でも、本当に、あの、ドッキリ仕掛けるのだけはやめてね、みんな。言っちゃいやめて。そういうのやめて。<laughs> 言ってくれないのって。やめて。言ってくれないよ。<laughs> 口固いから。いや、そうだよ。ちょっと待って、マネネ、ね、やばい。めるるさん。 めるるさん。いや、あとで怒られる、怒られるっていうかなんか、怒られるじゃ済まないから、言いません。ちょっとね、悪い形がね、こうやってね、言わしてくるんですよ。ダメですよ。<laughs> ダメですよ。ってことで、私は、300円いや、うん、5億円ぐらいだったら、ちょっと考えようかな。 とということでそろそろお風呂に入ってくるので終わります少し優しくするからうーんみんなみんなに優しくしてもらってるから別に大丈夫 <laughs> 大丈夫です本当にみんな悪い子そういう悪い子にはちょっとまあ私が説教してあげますので <laughs> もう本当にダメですよダメですよ本当に代わりに何か秘密を教えて私に秘密があると思いますかうんーじゃあ1個秘密を教えてあげますね今日あの結、ー、菜とイチゴにマインクラフト入れさせましたこれだけ ということで、終わります。じゃあ、13位、かずちゃん、12位、ゆずきち、11位、おいでませげんきさん、10位、のぶひろ、9位、よしこくくん、8位、ぽじゅさん、7位、ユナイテッド、6位、保安官五5位、ロバリン、4位、まるさん、3位、だいさん、2位、じだくさん、1位は、とうのいっぱささんありがとう <laughs> <laughs> 昔約束してた熊本は楽しんでくれ。まあでも来てくれないんですよね。<laughs> 怒ってますからね。<laughs> 会えなくて悲しんでますからね。スイッチいつ始まんねん。今お家にいないねん。え、そうね。な、明日、のやつとかもみんなに見し、見しちゃいますよん。ありがとう、楽しんでくださいね。ありがとう、トモさん。1位、ありがとう。 ことで、今日もお話しに来てくれてありがとう。超楽しかった。もう忘れられないよ。もう忘れられないじゃないもう忘れてないよ。忘れませんよ、私は。だってさ、あ、じゃあこれだけ言わせて。あの、応援してもらった人、まあ、あの、なんだろう。離れていっちゃったとしても、応援してもらったっていう過去は変わんないし、 あの過去わかんないしっていうか過去があるしその時支えられたっていう恩は忘れないし今でも自分は大切に思ってるのでだから今来てくれてる人これからも来てくれててもずっとそう思ってるのでなので皆さんいつもありがとうを話しに来てくれるのも嬉しいです 皆さん、への、感謝の気持ちはね、忘れないので。だから、ありがとうございます、いつも。私も大好きやで恥ずかしいので、ニヤニヤしちゃうので、<laughs> 終わります。あ、コンサートシ、ありがとう、自宅さん。見たよ、めっちゃ。よかった。保存しました。ニヤニヤ。<laughs> いやになっても STU ファン忘れないで。いや、忘れるわけないじゃん。 <laughs> ってことで、おやすみみんな、また明日見つけてください。あの、え、どこに出たとかしないでね、ほんとに。あとなんか落とし穴に落ちるバージョンとかもやめてくださーい。<laughs> おやすみバイバイ,バイ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 ありがとう楽しみます